はいどうもメソタニア軍春です。今日紹介するのはこちらです。というよりも今日俺からやってきたのでその成果をどうぞ。パラーン。ではカードの紹介です。まずバック、7章やったらなんか出てきました。強いチームでやったよね。かわいいね。で、王子丸とメンプルジル。まあここからがね連鎖だったんですけど、実は今日は僕一応そのユートっていう名前のその別の人できたのでポチッと押してそういう名前にしたんですけど、でそれで2人でやって、でこのハサミリュウザリガニを手に入れたんですけど、来たそうザリガニ、これ1週間限定なんですよ。これ1週間だけしか手に入んない。今日金曜日、あぶねー。これめちゃくちゃ強かったよね、マジで。全部腕がね、1,2 で本体で 1,2 最強でしょ。鬼バサミ、カスってクラゲバサミ、マヒでしょ、フグバサミ、毒でしょ、最悪でしょ。ザリガニのくせにめちゃくちゃ強い。黄金されましたね。はい、で、まあここからが連鎖なんですよ。僕が8勝ネルガルと3本エンリングとカッパで全員レベル10で9でまとめたんですね。で、あの方を狙っていたんですが、なんと一発で出ました。最初の1回でダムキラ。はい、まあ、こいつがいなければ連鎖は始まらなかったんですよ、実は。はい、でその後に王将延期ゲットしたんですよ。来たー、ずっと欲しかった。そうで、ダムキナがなかったら、そのできなかった理由を後でお教えします。ダムキナがいなかったら無理だった強王マルドクも手に入れたんですよ。強王、これ王子マルドクはこれダメ。いや、違うゲット普通に。だからね、まだねメソタニアのねこといろいろ分かったら、普通王子マルドクは優しそうな顔してるけどさ、強王は超怖い。強王超怖いじゃん。僕最低今日、でもなぁ、大体1個しか絶対ゲットできないなと思ってたんだけど、奇跡的にダムキナが出ちゃったんですよ、なんか。はい、レシピ紹介、ダムキナと王子マルドクで、さらに王子マルドクは王の手紙っていう、ハショーネルガルとサンボエンリル、どっちかでカットイン入るんですけど、リーダーで。そのカットインで確定王の手紙ゲット。で、この2つを合成、チャキン。で、
幼少期になります。で、なぜダムさんが必要だったのかはまあわかりますよね。これと合成しなければ幼少期は出なかったからです。で、なぜ今日生まれる時もダム様のおかげなのかというと、無気なリーダーにして隣に幼少期を置くとこいつが確定出現するんですよ。そうですか。だからダムキヌ様のおかげです。今日はすごいね、実に効率のいい一日でしたね。はい、それでは動画を始めましょう。メソラリア、メソラリア、ペロン。さよなら。ちなみに僕のイメージキャラクターは王子マルト君で、はい、いかがだったでしょうか。ではカードの紹介です。いかがだったでしょうか。もう一回いきましょうか。はい、いかがだったでしょうか。いかがだったでしょうか。